はい、それではね、ノーマンズスカイの続きをやっていこうと思います。畑っていうか栽培ですよね、植物のね。結構長いですよね。今ちょっと回っちゃったけど 1,2,3,4,5個植物植えましたけど、今度6個目ですね。グラビティ変わっちゃった。こっちね、グラビティのホスト、グラビティのホストを、栽培する。材料何がいるのかな。栽培どれだ、これですね。マローバルブとタミウムだから、まあ持ってますね。はい、じゃあもう植えちゃいましょう、これね。これでいいのかな。はい、植えました。で、これは、40分、あ、なんか中途半端だねなんか今まで15分単位だったの、これだけちょっと40分、ちょっと時間かかります。明日遅い夏休みで実家に帰るので、もしかしたら何日か、あ、そうなんですか、夏休みだよもう11月に夏休みってすごいですね本当ですか。よし、戻られましたか、グラビティのホストに。そうだ、うん、はい。最高監視官、名前リアンクは惑星間戦争と平和について取り留めのない痛烈な非難を始めた。グラビティのホストの話にたどり着いたのは3時間後だったセンチネルとそれに管理されている星で育つ、うん、グラビティのホストの関係性はまだ分かってない、うん、一説では落ちたセンチネルドローンが新しい命の種となり、ホストがその力成長しているとも言われているらしい。あ、ゲロンチョさん、こんばんは、いらっしゃいませ。他にも、センチネルが守るべき価値があると判断した星のみで育つ美しさの象徴だとの説もあるそうだ、うん、最高監視官、なんでいちいち名前って出てくる、リアンクは違う説を唱えている。センチネルがホストの花粉をさまざまな世界に運んでいるとの説だ。過去に類を見ないホストとドローンの共生であると。このリアンクの説は、植物学会で一生に、付されたそうだ、それでも知識を追求したことに後悔はないと自信ありげに答えた。なるほど、なるほど、うん、北海道はたまに霜張ったり路面凍ったりしてますからもうそんなね、時期ですよね、北海道。まあね、ゆっくりねしていってください。どんな感じなんでしょうね。気持ち悪いな。で、どうすんの？収穫したグラビティのボール今さ、話聞いてて3時間経ったって言ってんの、1個も育てないじゃんね、うん、え？あ、違うわ、こっちちゃうわ、こっちだ。そうだよね、2分、1分しか経ってない、うん、これか。40分間なんか他のことしないといけない。なんかね、ちょっとスーツの容量をね頑張って増やしました。こんだけ前20個ぐらいだったでしょ。30個、30スロットになるまでちょっと頑張ってね、増やしました。なのでお金がちょっと減ってますけど、まあ、こんだけあると、だいぶ、なんていうのかな、動きやすくはなりますね。どうしたらいいの？なんかテクノロジーを作れっていうのが出てたね、今ね。毒性防御装置、シグマ。うん。毒性汚染、毒物汚染から保護される。うん。ほうほうほう。あ、これで、なあ。いいんじゃない？これは作っといたら。ね、チャージがいるのか、でも。チタニウムとシールドじゃん。まあでも、毒の中で、長くね、生き延びられるようになるんだったら、まあいいですよね。さあ何しよう、あと。
何しよう、ほんと。この人は、なんだろうな、回路基板だったっけ、なんかそんなんを作ってくれって言われてんな。あ、減って、これはグラビティのホストだから、あと40分ね。40分後。今、まあ、放送時間で見ときましょうか。これリアル40分っていうのほんと辛いですね。これも全くわかんないんで、センチネルが出てこないんで、倒せないんで。これだね。回路基板を手に入れる。回路基板のレシピが、これか。ちょっと見にくいな。ヒートコンデンサーとポリファイバーですね。続きはどうするかわかりましたか？あれちょっとね、わかんないんですよね。まあまあ、他のやつ進めていったらなんか勝手にうまいことならないかなと思って。ちょっといろいろ動き回ったんですけど、なんか それだけちょっとわかんなくて。まあ他のやつやっていこうかなって感じですね。スターバルブと、サボテンは持ってるんですね。スターバルブを、があればポリファイバーできるでしょ？あとヒートコンデンサーは作れるね。あんなもこれ作っといて、スターバルブって育てるの？これあったっけ？これちゃうな。スターバルブってどっかにあったよね、多分。これじゃないのか。マローバルブと、ないね。スターバルブじゃちょっと取っていきましょうか。どっかの星にあったと思うんで。したら、先進められますもんね。星。ここ、これ、ここはフロストクリスタルじゃないね。4、7、これも違う。あった、冬のセミですね。冬のセミに行ってきましょうか。もえ取ってなかったスターバルって。冬のセミは行ったよね。持ってきてないのか。違うやつ、なんか別のものを取ってた。ニッケルとかあそこで取ってた気がするな、多分。まあまあいいか、行っちゃおう。まあ他にね、40分間待つしかないのでやってしまいましょう。さあ、ちょっとブレーキして、なんかまああるとこ止まりましょうか。2分。トリザルさん、こんばんは、いらっしゃいませ。そろそろ他の星とかね、探索してもいいかもしれないですね。なんかね、着地できるものが、なんかどれかな、ここにはないか。なんかポールが立ってて、その近くに着陸すると発射時の燃料が節約できるとかいうのがどっか書いてあったんですけど、パソコンは直ったのですが、電波が電波ネットってことですか。スマホの電波か、そっちの方、携帯の電波の方ですか。なんかありますね、ここも。これじゃなくて、なんだろうな、ここでもいいんですけど、ちょっとせっかくなんで探してみましょうか。
抽選乗りながらアイテム取れたらいいんですけどね。割とこの星はいろいろ建造物があるので散策は楽な方ですね。よいしょ、どこ？この辺。え、戻ってきた？もしかしてさっきのとこあれ違うよね。どうしようかな。まあいいか、もう止まっちゃうか。あれですね、スターバルブっていう植物だと思うんですけど、それをちょっと集めますね。冬のセミ、惑星冬のセミは普段は気候は安定してるんですけど、嵐が来るんですね。雨と嵐が来る。しかも暑い100度以上の雨が降るっていうね、ある意味ひどい星なんで。ちょっと調べましたが、空中空間でセンチネルとかの味方の破壊ストーリーに関するかどうかちょっと、そうなんですね。貨物船か、あと宇宙ステーションを攻撃すると一応出てくるみたいなんですけど、ちょっとね、よくわかん、やってもいいんですけど、謎ですよね、でもねよいしょ、まあまあまあのんびりねやっていきますよ。他本当に何もやることが見つからなくなったらその辺ちょっと取り組んでいこうかなと思います。よいしょよいしょ、お、なんか言葉も覚えましたよ。これ欲しいよね、こういう設備シールド回復する。この辺はもういいか。はい、嵐が来た。タイミングが良くないですね。この辺あんまりそのないですね。スターバルブ取れないな、近くにないもんね。ほら、気温が上がってきてるでしょ。今117度になってるでしょ。これはこの緑の何なんだろう。これちょっと行ってみようか。よし、暑いんで中に入りたい。この中は安定してる。よし、落ち着いたね。なんか緑の、あれ、黄緑のなんか出てなかった？あ、これ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 、このアイコン、アルミニウム。高機能マインレーザー取れないのかな、これ。あ、取れた。高機能、これが高機能で取れるんだね。マローバルブもいっぱいあるやん。ほうほう、アルミ、スターバルブの方はないね。なんか水の音が、よいしょ、マローバルブばっかり。これもそう。暑、雨暑
100度か。恐ろしいね。これ何？これは関係ないのか。なんか音が聞こえる。ちょっと、うん、可愛くはないですね。ちょっと帰ってきます。まあちょっと他の場所行ってみようか。ここないね、全然。プラチナとアミウムぐらいしかない。ああ、そこに1個ある。これか。すごい取りにくいね、あそこまで行くの。だって行こう。こっちから登っていくのか。一回ちょっと戻らないと死んじゃう。あ、猫団子さん、こんばんは、いらっしゃいませ。よし。うん。よいしょ。もうそろそろ嵐、病んでほしいですけどね。それでも進んじゃう。こっちの あそこにあります。この紫のが多分それだと思うんですけど、あ、もうすごいね。あ、なんかでっかいクラゲみたいなのもあるし、スタープランブランブル、これっぽいですね。これだね。よし、1個25だから、マジか。え、やんだ嵐。まだまだ、でもないね。他あー、田舎に引っ越したのでつながりにくくて今も若干かかそうなんです、苦労しますよね。僕も年に何回かそういう田舎にね、電波の届かないところに行くんで分かりますけど、全く通じないですよね。何もできない、まあ、ネットから、ネットの世界からね、切り離されてたまにはいいのかもしれないですけど。タミウムだけ、タミウムじゃない、プルトニウムだけ取っとこう。死にそう、死にそう。ちょっと待って、早く帰らないと。どこだ、宇宙船どこだ。あれ、あ、お、もうジャストタイミングで嵐収まりましたね。宇宙船どこ、あれ、あ、こっち、あれ、全然方向が分かんない。スターバルブ全然ないな。ちょっと別の場所行きましょうか。この辺あんまり取れないんで。タミウム、あー、危ない。よいしょ。よいしょ。この辺タミウムあったね。ん？違った、下か。もういいや、もう行っちゃおう。出発、燃料不足ね。こっち、そろそろなんかあれですね、新しい星、星系に行ってもいいかもしれない。農業がちょっと落ち着いたら、まあ、あの今やってるこの基地のクエストですねが落ち着いたら、ちょっと他の星系も行ってみましょうか。新たなね、環境もちょっとどんどん見ていきたいですよね。わかる？あ、なんかあるぞ。お、家があるな。こっち行って、
これではないんだけど、超低空飛行。わあ、またいた、パイナップル。ここもいる。まあ、これは一応ね、襲っては来ないんで、はい、いつぞやの冬のセミジュニアですよね。うん、恐ろしいな。これ取っとこう。まあ、いいえ、せっかくなんで入ってみましょうか。あ、なんか結構大きいね、この鳥。老齢、勇敢、新種。影がすごい大きかったんでびっくりしました。タミウムと宝箱と、あそこにいっぱいあるね。じゃあ、あとでちょっとあっち行ってみましょうか。私パイナップルアレルギーだから確実間違いないです。あ、また嵐来た。よし、うん、ちょっとパイナップル自体は別にいいんですけど、動いてると怖いよねやっぱり。植物が動くっていうのが本当怖い。呪われたターミナル、うん、よいしょ、 もういいか、処分しちゃおう。これいるのかな、これこれで何手に入るんだったっけ。はい、うん、まあもういいねこれ、うん、データログを取ったらナノマシンだったっけ、もらえる、うん、あ、ナノマシンクラスターね、うん、まあまあこれもちょこちょこ集めていかないと結構いるので。暑いんだよね、どうしようかな。だいぶ移動してますよ、ファイナップル。ああ、どっち方向だったっけ、あっち、まああそこだけちょっと頑張って取りに行こう。崖じゃないよね、うん、よいしょ。よし、うわ、なんか動いてるよ、もうこらへん。気持ち悪い、本当に気持ち悪い。あ、これだね、これだね、これ、よしよし。2個。3個だけ？ああ、なんか取れないね、あんまり。あ、やばいな、もう50なっちゃった。また、じゃあ別の場所に移動しましょうか。なんか遺跡みたいな感じかな。どうしようかな。一回止まろう。もう多分嵐も落ち着くと思う。よし。地面あるよね。うん、嵐が去りました。オッケーオッケー。さあこれも。史跡。ゾプリフォデラベウ、うん、アトラスインターフェースは旅人の訪れを待っている。宇宙の中心を通ってその果てを探し求める旅人を、無限の時を超えいつか彼らは訪れるだろう。彼らの行いに限界はない。無数にある次元の一つへたどり着くことだろう、うん、まあ、言葉が増えたのか、これだけか。中断中。どういう会話で出てくるんだろうね、そんな。さあ、あ、ある、あるぞ、いいぞ。よし、3つ。あと、もうちょっと欲しいですよね。なんか、多分これも育てられると思うんで。
育てれるように。あ、もういっぱいな。あれ作っちゃおうか。回路基板だったっけ。抽選もいっぱい。鉄、プルトニウム、タミウム、亜鉛。あ、なんか同じのがいっぱいあるな。ナノマシン。宇宙船もそろそろ変えたいね、新しい。わ、いっぱいだ。このサビはいらないや。で、何作るんだったっけ。ポリ、これか。ポリファイバー作ろう。で、あ、開けないとダメなのかな、これ。な、ちょっと。これもチャージしようか。少ないやつ。これ少ないね。ちょ、もうチャージしとこう。まあ、これで開いたでしょ。で、なんだったっけ、回路基板。あ、やっとできましたね。はい。よし。目標は弦。あ、そうだね。変えるってことだね。はいはい。もうちょっとスターバルブ取っていきたいね。栽培できるように。100個ぐらい。あ、また遺跡だな、あれ。せっかくなんで寄っていきましょう。嵐収まりましたね。あれ、こっちになってた。センチネルが来てた。遺跡ですね。また元の場所に帰ってきてたりとかしたら怖いね、なんか。さすがに違うと思うんですけど。これね、1個コーバックスコで低い。知性でも言語ね、このログでね、一応ないくつ、ログじゃないわ、どれだ、これか、コーバックスでしょ、覚えた言葉って出てくるんですけど、22なんですね。40、あ、違うか、これ次のレベルに行くまで40個ってことか。あ、そうですよね、全部で40個だけだったら全然会話とかできないもんね。そういうことですね。全部で40個しかないのかなと思ったんですけど、まだまだありますね。じゃあ結構果てしない果てしない数の言語がありそう。そしてよし、一応話してみましょう。遺産エクススチジウム、コーバックスのつぶやき、トラベラー、コーバックスのつぶやき。わかん、なんか連呼してる感じだね。何これ、小さな浮遊四面体が惑星の表面から現れ、私を取り囲む。私はマルチツールで振り払おうとしたが、そうするたびにまるで引きつけられているかのようにどんどん近づいてくる。私がマルチツールを持ち上げると、四面体は青く光りながら動きに合わせ、さらに近づいてくる。もうマルチツールに触れんばかりの距離だ。いよいよ時間がない。これちょっとさっきもらえたんで、これ使っちゃいましょうか。ポータルを見つける。ポータル、何？ん？
何ポータルレイラインがどうのこうのって言ったら何これこれあこれか10時間で到着何があんのこれえおん何かあるんでしょうかね行ってみようかせっかくだからこれもらえたねこれまだかなあもう解除したやつか2つしかなかったポータル10時間だからさすがに歩いては難しいんであ1個あるねスターバルうんあれを取ってじゃあちょっと宇宙船で行ってみましょうかポータルってどういうことなんだろうそれで125かどうでしょうねもうちょっとあったらいいんですけどいや読んじゃおううんはいなんかすっごい便利なところとすっごい不便なところありますよねこのゲームねよしいっちゃいますポータルってどういうことなんだろう。ここにありますけど。どっかにワープするのかな。あ、ワープするっぽいな、これ。もう、じゃあちょっと行ってみましょうか。せっかくなんで。あー、前通ったとこだな、これ。モンスターバルブはない?ないか。一応なんか、アイテムが。これは持ってない。うん?おっと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 出てきた。びっくりした。ポータルを起動するには証券文字をチャージ。何これ?え?何これ?アイソトープ。ああ。全部違うね。どうすりゃいいんやろ。これは結構できる。あ。まあまあ、排除していけそうな感じはするんだけど。できるだけ、チャージしてみよっか。1個16分の1 16分の16じゃあ1個こっち回りか亜鉛鉄結構めんどくさいねこれね炭素あの一括でできないですかねこれ足りるかな最後の1個で足りないとかなったらちょっと悲しい3種類だねいけそうだね。はい。OK。これで嵐が来た。うん。亀裂の修復を探知。私がポータルへ近づくと、じわっとした鈍い、痛みが頭の中に広がっていく。目をまたたかせて焦点を合わせようとするが、目の裏側の赤い光を焚きつけるだけだ。ここで何をするにせよ、急いだ方がいい。ポータルを起動する。この惑星のアドレスを要請。アドレス要請ってしてみようか。なんかわからへんね。何これ何これ
ね。立ち去る。ちょっと待てよ、待てよ。はい。うん、わかった。それはわかった。宝太郎起動、せっかくなんでやってみましょう。シークエンス開始。何これ、え、経済状況不明、え、何これ一個もないけど、え、なんかあんの、ん、これなんだ、ボタンも反応ないし、シークエンス、いろんな星があるのかな、これワープできるのかな、これ今1個目だからどこにも飛べないけど、もう1個こういうの見つけたらここに戻ってこれる感じなのかな、なんかそんな感じですね。1,2,3,4,5,6,7,8,16 個あって、そういうことなのかな、ちょっとわかんないですけど、何も起こらない、なんかまあワープできるところだと思うんですけどね。まあいっか、ここ覚えておけるのかな、ちょっと一回入ろう、抽選。うん、まあいいか、まあ一遍基地にね戻りましょうかね。帰ってきた。この人にまず話しかけて、はい、いいよ、違う、ログこっちだね。回路基板を渡しますね。うん。はい。監督官に近づくと独り言が聞こえた。私には理解できない言語で怒ったように喋っていたはずだ。だが次の瞬間聞こえたと思った毒舌は消え失せていた。勘違いだったのだろう。彼は回路基板を差し出すように言っている。あげます。監督官は風変わりだが、これまでに出会った他の生命体も同じようなものだと思う。役に立ってくれていることは確かだ。私は回路を手渡し、報酬を受け取った。何もらえるの？あ、やった、ターミナルもらえた。エメリルがいる。回路基板が5個もいる。多いわ。多いわ、それは。それはちょっと多いわ。電池6個と。エメリルとか、あ、でもこれ基地にあったら便利だね。あ、着陸場の計画を、着陸場ですかね、立てたんだ。でも君の宇宙船とはまだ同期できないんだよね。完成させるにはグラビティのオーブが必要な、あ、これは今収穫できるんじゃない、いいぞ、いい感じで進んでいきますね。基地を改良することに絶え間なく力を、アーマーが手を貸してくれるかもしれない、はい、ちょうどよかった、いいタイミングだねこれはね。ただ、この今収穫できたやつをくれるかどうかだね、この人がね。あ、この人渡さないといけないかもしれない。グラビティのボールは管理レベルの高い惑星で見つかる。ファーマーの支援があれば基地で栽培することも。なるほど、これか、眩しい。まあどっちみちこれ取らないといけないんで、渡します。うん。あ、間違えたな、俺。違うわ。クエスト選んでなかったわ。ちょっと一回。ログで、農業ね。
持って手渡すのか。もう40分かかるね、じゃあ。まあいいわ、こっちを進めちゃいます。ああ、給油と再会するような気持ちです。見せてください。本当に素晴らしい仕事です。うん、なんかもらえた。エキノカクタス。あ、これサボテンだね。あ、次サボテン育てんの？うん。はい。うん。なるほどね。エキノカクタス。一個ずつなんだよね、これ本当にね。まあ、サボテンはあったから、ただ、もう植える場所がないので、ちょっと拡張しようか。どうやってするんだったっけ。構造。通路。普通の通路でいいんだけど、こうでしょ。方向的にはどうなってんのかな。入り口、こっち。ん？あ、こういうとこもつなげられるんだ。こっちもできるんだね。入り口を、ここら辺に作っときたいよね。どっちかっていうと。もうでもここはできないな。まあいいか。こここう来るから、この奥にもう一個栽培するやつ作ろう。栽培する部屋をね。丸でも結局一緒だよね。四角と丸の違いが。空間がちょっと広いのかな。あ、鉄がない。あれ、そんな鉄なかった。ちょっと鉄を取ってきましょうか。なんかだんだん大きくはなってきましたね、基地。よし、ここに。四角、ちょっとこっ。ん？あ、これちゃうか。丸い部屋にしてみようか。はい。で、水栽培トレ。うん、結局一緒はね。この4つ。順番に、1、2も作っとく。うん、基地から離れすぎて、って言います。何それ。何それ。あ、ここ、これに近づけないとあかんの。ちょっと面倒だね、そうなると。ちょっとじゃあこっち方向間違えてるな。一回削除しよう。これも削除。ちょっと待てよ。オブジェクトの、そういう縛りが。削除。こうでしょ。こう、ここに近づけないとあかんのかな。こっち方向に伸ばしといた方がいいよね、多分ね。ん？あ、っていうか、直接、部屋ってつけれないのかな。あ、無理か。通路だね、やっぱり。で、なんかそんな縛りがあるんだね。この部屋だと全部置きますね。うん。そっか。な、あの、配置もちょっと考えないといけないんだね。とりあえず4つ。置いちゃう。うん。全部置いちゃおうか。あ、鉄なくなった。誰の声だ。で、何作るって言ってた、さっき。サボテン、エキノカクタス。あ、炭素がいるんだ。炭素30。この辺取ってもいいんですけどね。ちょっと荷物圧迫しそうなんで。まあでも、とりあえず1種類ずつ置いといたら、まあ時間が経てば全部なってくれるんで、取りに行かなくてもいいですよね。まあ、あの、放置すればいいのでね。ちょっと植物、炭素を。30。
た、うん、もうほんで、鉄も取っとこう。よし。リチウム。いいか、ほんで。今平らにね作ってますけど、こう上下にあの上方向に伸ばしていくこともできるんですね。はしごとかもあるんで。何するにもお金がたくさんいりますね。ここ全部プランターにしちゃう。OK。で、これだね。機能カクタス。OK。ファーマーのところに戻る。お、これはいけるんじゃない？その予備があるでしょ。うん、育った頃では見せてもらう。まあ渡しておきましょう、うん。あと2つ。もうちょっとだね、やっと。あ、スターバルブだ。よし、取っといてよかった。余分に100個。うん、一応できるね。はい。はい。よし。ただこれはあれだね。スペアっていうか予備がないんで待たないといけないやつね。間違えた。これだったな。うん、25しかないんで。ファーマンのとこに戻る。うん、見せてく。あ、25でいけてる。よしよし、超ぴったりだなこれ。残る課題はあと一つです。よし、進んだぞ。モーダイト、あこれ残しとかないといけないのか。モーダイトってあれだよね、センチネルから取れるやつだったっけ。だった、いや、どうだったっけ。うん、もうファーマーの不利はできません。監督局にはっきり言われました。私も同志と同じように生きろと。稼がなければ。旅立つ前の最後の食事を作らせていただきます。え、いなくなっちゃうのこの人。監督局からモーダイとの根、死のエレメントを使った料理のリクエストをいただきました。さあ、最後の作物を育ててください。モーダイとね。モーダイトなかったっけ、倉庫。そういえばちょっと見てこっか。ぶつかっちゃった。なんかの、うん、これ使い意味わかんないからって言って入れてたような気するんだけど。あ、いや、っていうかスターバルブここにあった。チェックしとくべきだったの最初。1時間くらいかけて取りに行ってたのに。おお、まあまあまあいいか。まあいろいろ見つけたしね、はい、いいとしましょう。モダイトあった、よかった。これ30個で足りんの、うん。移動する、はい、からね。アーマディウムとパグニューね、怖いですね。ちょっと期間、前やったらいつやったかな、1週間ぐらいちょっと空いてましたもんね。こっちか。これ、これ、モーダイト。これ？あ、いけるね。30個でいける。よし。はい。これは、25個いるから、収穫待たないといけない。1時間ね。はい。まあでも植物のクエはこれで最後っぽいんで、これで一応クリアできそうですね。この人は何て言ってたっけ？あ、グラビティのボール。
なんで、これもまあ40分待ったらもう一個ここにできるから、まあいいですよね。そっか。あと何がいるんだったっけ。回路基板をたくさん取らないといけない。作らないといけないんだよね。これ何？サボテン。ガラス。サボテンとスターバルブがいる。ヒートコンデンサーはどうなんだっけ？フロストクリスタル、ソラニウム。ああ、結局まあまあ、全部取れるやつなんだな。この辺をじゃあちょっと栽培していっぱい収穫して。でいけばターミナルが作れると。ここにもね。そうか、農業まあできますね。ちょっとですね、これでね。ただなんか時間がめっちゃいるから放置しないといけないね。これつけたまんまなんかそんな感じで育てていくっていうのも肥料とかあったらいいですけど、気持ち悪いなこれ本当。まあ一通り植物は、できましたね。でまあたくさんいるやつは2つぐらい植えといたらいいのかな。よし。はい。まあそしたらね、今日のところはこの辺で、終わりにしておきます。またね、ノーマンズスカイ続きやっていきますので、よかったらね、見に来てください。ではこれで終わりにしておきます。お疲れ様でした。